早い。いたいた。お前がいてよかった。本当ね。本当お前がいてよかった。かけろ、かけ。とああ馬ごと飛んでくれないんだね。こんな感じで飛んでくれるのかと思ったら自分だけ飛んじゃった。おう、ここか。一騎打ち。近くの野営に聞けって。ここじゃないの。ここはまた別。あ、野営に行くのに政子殿と一緒に行くんだ。野営滅ぼしてから政子殿に話しかけに行こうとしてしまった。どこいんの。ここか。この野営を束ねる層に。あそこの野営とはまた別なのか。持っておった地図を読めるのだろうか。わなし。どうぞご覧ください。これ何だ。買う。ああ所持数30で購入。だいたいブツブツ交換だよね。区内をあげようと思うと獣の皮が10個、鉄砲。では鉄砲装備してみる。うん、飛び道具、遠距離を鉄砲に。目的を課せられますよ。あれ話しかけられた。酒井様、お達者でいらしたか。純真。純真。まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。おお。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。協力してくれるかな。有明のかがり火台が記してあります。あ、ここに野営はありませんが、噂では族に乗っ取られているとか。族ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。後ろに仁王立ちしてる。猛虎は刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。まあ待ちなさい。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。何か分かったか。サブクエが多いですね。何かご入り用でしょうか。サダオはかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。セリフが悪役のそれなんだけど、政子殿。裏切り者。
これにかがり火を灯す、なんかダクソみてえだな。 180m、 割とすぐそこだな。サダオはなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておく。北で米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠し、思ったよりすぐそこだった。悪人は隠し事がうまいものです。お主も悪よの。隠れておるか。サダオ、首を洗って待ってろ。おーい、おーい、おーい、まさこ殿、一騎打ちですらね。避けろ。試してみる。あ、まさこ殿が一人だと思ったら違う。やっぱ雅子殿突っ込んでったね。知ってたけど。痛い。もう雅子殿についてったら命がいくらっても足りんわ。めちゃくちゃいるじゃねえか、敵。まさか殿どこ行ったんだよ。行って。もうバラしたせいで一人でこんなに叩かなきゃいけねえじゃねえか。まさか殿とはやってられまへんわ。もろバレじゃねえか。一回逃げたいな。これなら一騎打ちでね、回想陣二人落としておいた方がまだマシだよ。戦闘始まっても一応装備は変えれるか。弓に。これ帰れるのか。このまま。ここで帰れるね。本当、雅子殿どこ行ったんだろう。バラすだけバラしといて、まさか殿がどっか行っちゃったのか。よし、死んでないし、なんかトロフィー取ったから達成したのかと思ったらまだ死んでなかった。避けられない。
これだけ減らせば。なんていうか。ゲームずっと貯められないんだった。ん？今気づいたんだけど、ゲーム設定のカメラ構えてる時は逆とかないのかな。まさこ殿どこ行ったんだろう。お、逃げてる逃げてる。どこ行った。なにこのガン逃げ野郎。仲間が来たら急に飛び出してきやがって、愚か者だ。フィニッシュ。はあ、やったか。裏切り者、ね、かがり火台の上にいる。何勝手に先に行ってんだよ。まだね、あの構えを変えるのが慣れてない。サダオいるじゃねえか。高木さんじゃねえこの声。殺したのですか。早い。すでに終わっていた。マサコ殿、奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。コモダの浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、死に場所を探していたのか。たやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき仇も。サダオが死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助ければ。いい加減、種田の村で待っておるぞ。いい加減手伝ってくれるのかな。裏切り者クリア。
ああそうだった、ゴフもらってるのに装備してなかったね。ということでここか。近距離攻撃の威力、攻撃時 5% の確率で2倍。こういうの信じられないよね。近距離攻撃の威力が中、回復量 15%、 回復量 15% も美味しいな。まあ、近距離攻撃の威力アップ、ダメージ軽減。お、倒すと体力ちょっとずつ回復してたのか。早く早く、もっと、あー狐の社探したいね。あと1社で OK。 ほこらじゃ、そしたらもう一つ装備できる。じゃあ次は何を目指そう。進行状況、一応メインストーリー、そろそろユナさんの弟を助けに行ってもいいかなっていう。一応マサコ殿のやつは一旦終わりだね。この辺をね、小さな攻めのとかか、近いのあればこの辺一個ぐらいやっ、近いのなんてねえ。メインストーリー、近いのなんてねえよ。まあファストトラベルはすぐだからいいんだけど、うん、とりあえず近いのなんてないね。先生のやつ続きいこうかな。 これが一番近い。次の目的地はここ、てかここ飛べるよね、うん、となるとまずはここで報酬をもらって、その後にこっち飛ぶ方がいいな。じゃあまず報酬をもらおう。早い早いって素晴らしい。近寄るだけでね、わざわざ立って礼をしてくれるという。お、太刀の強化が可能になった。わざわざ近づくたびに立って礼をしてくれるっていう、お侍様である。刀鍛冶をお探しですか。こっちね、さっきさ、せっかく小刀を強化してサイレントキルの素早さが上がったのに、雅子殿と一緒に行くとあの人名乗り上げてから戦い始まるから何の役にも立たなかったね。こっちを先に強化するのが正解だったよ。磨き上げましたよ。で次がやっぱ 20% ずつぐらい増えてるね。玉鋼もある。普通に鉄と物資さえあればもう一個強化できるね。次金か。金金、世の中金だぜ。6、これ7って呼ぶのかな、漆って呼んじゃうんだけど。また頼むぞ。いやー結構ね、やっぱ敵が強い。これで我らも、じゃあ先生のとこ行くか。先生のとこここだね。とりあえずここにファストトラベルしてから考えよう。